どうも赤木です。今回は今週のレッツ組の海外情報、他にも元選手に関する情報をざっくり話していきたいなと思います。はい、まずはセリエ A パルマのザイオンですね。前節はミランでしたけども、今節は相手がナポリということで、まあ、2戦連続の強豪相手ということになったんですけども、パフォーマンスの方は本当に素晴らしくて、ナポリ 3-4-2-1-5-4-1 みたいな形なんですけども、パルマを後ろからビルドアップし組み込んでいるチームですので、ザイオンをしっかり使ってのビルドアップ、まあ、サイドバックが浮いてくる時にはザイオンからワンタッチで空いている方に切り分けられた、相手のツーボランチがこう前に捕まえてきている状況であれば、ライン間のスペースで受ける選手に送ったりっていうところで、本当にビルドアップのキックのところに関してはほとんどミスがなく、かなり安定していたと思いますし、ナポリがプレッシャーをかけてくるところでザイオンの距離の出るロングキックっていうのは監督もすごく評価していて、相手が来たところをひっくり返す起点として機能していたと思います。シュートストップのところも左からカットにしてくるクバラセリアのシュートをセーブしたり、少し弾く方向が正面になってしまった部分もあったんですけども、ただそういったところだったり、クロス対応のところも44分の少しマイナスに折り返されてワンタッチでのクロスを上げられた部分以外は判断した中で対応できていたかなと思います。まあ、ただナポリは後半ルカクだったりネレスだったり、まあ、交代のカードを切って攻撃に変化を加えていたわけですけども、まあ、そのネレスの抜け出しをザイオンが飛び出してボールに先に触ってはいたんですけども、シャーシュール半分見せるような形で足が入ってしまったということで、その前のところで遅延行為によってイエローカードをもらっていたザイオンは2枚目のイエローで退場してしまいました。まあ、このイエローに関しては危険なプレーでしたし、まあ、妥当かなと思うんですけども、この飛び出す飛び出さないの判断、さらに、まあ、あの高さのボールを足で行ってしまっては、まあ、やはり制御が効かずぶつかってしまうことは予測できる部分でしたし、その前の遅延行為によるイエローのところの方が、まあ、ザイオンにとっては少し不運だったかなという気もします。まあ、イタリア現地表でもやはりこういった決定的なプレーに対するザイオンの評価っていうのは厳しい目で見られていますし、開幕戦のフィオレンティーナ戦でフリーキックを与えてしまって、そのフリーキックを沈められたというところも含めて、こういった失点に直結するプレーっていうのは、まあ、やはり減らしていかなければいけないところ、まあ、これは事実としてありますし、まあ、ただ逆にビルドアップでの貢献っていうのもこう間違いなくあるところで、このザイオンのビルドアップの能力をしっかりうまく使って素晴らしいビルドでの前進を見せていますので、まあ、ザイオンの成長とともにパルマというチームも、まあ、期待して見ていきたいかなというところではあります。はい、続いてベルギー組ですね。秋元と伊藤、本節に関してはダゾーンの方で試合がやっていなかったのであれと思ったんですけども、まあ、ただ両者ともに後半からの途中出場となりまして、ルーベンは2対0の勝利、まあ、ヘントに関しては引き分けに終わってしまい、まあ、暫定の順位はこんな感じとなっています。ルーベンはアンデルレヒトと並んで負けなしの状態、このヘントはリーグではまあなかなか苦戦しているかなという現状ではあります。ちなみにルーベンに関しては、まあ、川崎の大南が移籍してストプレーからヘディングで追加点を奪ったということで、秋元と同様に大南そしてルーベンの躍進も期待したいかなと。はい、続いて出場機会が、まあ、なかったんですけども、荻原と遠藤航ですね。荻原に関しては2試合連続リーグ戦ではベンチ外、まあ、コンファレンスリーグでは起用されていましたけども、まあ、今回は出番なしと、もともと今シーズン怪我があったので、まあ、その部分もあって使われていないのかなという気はしますけども、主要ポジションは左のサイドバック、左のウィングバックということになっていますので、前回の話でも言いましたけども、やっぱりこの最高峰の舞台での荻原の活躍を見たいですし、また遠藤航も、まあ、今シーズンスロット監督になってなかなか出番が減って、アンカーに求められる役割がオンザボールの部分、うまいスペースでもワンタッチで剥がしたり運んでいくっていうところは求められますので、まあ、現状はフラーフェンベルフがスタメンとなっていますけども、リバプールの場合はやはり過密にいってフォーマットが変わったチャンピオンズリーグ試合数も増えますし、あとの国内カップ戦もあるということで、まあ、この日程の中では必ずエンドの出番が来ると思いますし、まあ、エンドに関しては、まあ、求められる役割が変わるのであれば、そのタスクをもこなしてやるぞというような気概を持っている選手だと思いますし、そういった出番が来た時にやってくれる選手だと思いますので、遠藤航そしてプロット監督になって3連勝を飾ったリバプールに今後も注目したいですし、浦和と同じく愛知をレッツということで、その辺なんかも含めてかなりこう共感できるクラブだと思います。はい、続いては海外組ではないんですけども、2013年から19年まで在籍していた森脇亮太が現役を引退するということを姫 FC の方から発表がされました。まあ、森脇は選手としてのキャリアが素晴らしくて、国内で獲得できるタイトルは全て取っていますし、また浦和でも主にミシャ時代リーセンターバックの右で出ることが多かった中で、やはりくさびの質だったりサイド張ったところからのこう斜めのボールっていうのは非常に良質でしたし、また押し込んでいる中では、まあ、そういったくさびがありますので、右足でフェイクを入れて左足で相手シュートという形も、まあ、何度も見ましたし、その形でのゴールっていうのも何度も決めてくれました。またゴールに関して言いますと、皆さんご存知の通り、まあ、かなり劇的なゴールが多かったですし、まあ、その中で言うと、まあ、特に2015年ファーストステージの松本山鹿戦のゴールが非常に印象的で、
まあ、541で構える山賀に対して列はなかなかね終盤まで崩せなかったんですけども、この森脇の一発で勝ち点3を拾い、ファーストステージの無敗優勝にもつながるゴールとなったと思います。それ以外にも素晴らしいプレーが詰まった森脇ですけども、まあ、やはり忘れてはいけないのは2014年第3節アウェー福島戦の交代したのにユニフォームを脱いで退場したという場面ですね。この前の試合で、まあ、差別横断幕の件があって、まあ、森脇自身もそういった中でこの古巣広島戦に対する思いっていうのはあったと思いますし、まあ、それが結果的にね、まあ、こういった悪い形で出てしまったんですけども、まあ、ただその熱さが森脇のストロングポイントだと思いますし、まあ、どんな時でもポジティブな姿勢っていうのは、まあ、本当の意味でのムードメーカーとしての役割を担ってくれたと思いますので、改めて森脇に対しては現役生活お疲れ様でしたと、そして浦和レッズでプレーしてくれたことを感謝したいと思います。はい、ということで今回はこの辺で締めたいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。終わったらチャンネル登録評価の方もよろしくお願いいたします。では。